それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話しさせていただきます。はい、私から2点お話をさせていただきます。まず1点目でございますが、知床観光船の捜索救助事案についてです。事故の発生からあさってで半年となります。これまでのところ乗員乗客26名のうち亡くなられた方が20名、いまだ行方不明の方が6名となっております。お亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。これまで海上保安庁はもとより道警、自衛隊、地元漁業者、ボランティアの方々など多くの方々に捜索にご協力をいただいてきたところでございます。このことに対して心から皆様に感謝を申し上げます。本日から23日まで海上保安庁と道警が合同で集中的な捜索を行うなど、今もなお海上保安庁を中心に捜索活動が続いているわけでありますが、初雪を迎える季節となりました。気象状況が厳しくなる中、行方不明となった大切な人の帰りを待ち続けているご家族のお気持ちを察しますと、全員の早期発見、強く願うばかりであります。どうといたしましても、これまで防災ヘリや漁業取締船により捜索活動に参加をするとともに、国の現地対策本部に職員を派遣をして、国や斜里町と連携をして対応に当たってきましたほか、道内の観光船事業者などが自ら実施をする安全対策などについて情報発信を行ってまいりました。また国に対して本堂の海難救助体制のさらなる強化や事業者の安全対策等に対する支援などについて要請を行い、国では来年度予算の概算要求に盛り込むなどの対応をいただいたところであります。どうでは現在も災害対策連絡本部の体制を維持をして、第一管区海上保安本部や国土交通省被災者家族支援チームと情報共有を行っているところであります。引き続き国と連携をして必要な対応を行ってまいります。